どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのおしに火をつけちゃおうかな。はい、ということで、今回はですね、福井県の敦賀市にやってまいりました。今回ですね、激辛ラーメンがあるということで、あゆむさんに来ております。はい、こちらにですね、激辛メニューがあるんですけども、特製トリニダードスコーピオンブッチーテイラー地獄の2丁目ラーメンということで、これは、過去にね、ギネス世界で4番目に辛い唐辛子をしてね、これやばい唐辛子を使ったこれメニューがあるんですけど、これやばいんですよ、これ多分、おそらく。ちなみにこの使っている唐辛子はこのトリニダードなんちゃらこのテイラーってやつなんですけれども、辛さの値を測るものがですね、スコビル値っていうものがあるんですけど、それがですね、なんと150万スコビルで、ハバネロが10万スコビルなんで、これもうとんでもなくこう辛いメニューなんですよ。これね、まずこの地獄の2丁目ラーメンというのに挑戦して、クリアしないとこの死神ラーメンというものを挑戦できないんですけれども、これ20分以内とかここ書いてあるんですけども、なんとですね、そもそもの話、このブッチーテラ地獄の2丁目ラーメンを完食完飲した方って今まで2名しかいなくて、で、その2名様とも2名ともまだこの下のメニューに、挑戦されてないということで、これはまだ一度も出たことないメニューですよ。で、今回ですね、こちらも挑戦していくんですけども、話に聞いたところによると、なんとですね、今日ですね、僕が来る手前に挑戦されてた方がいたんですけども、まあちょっと汚い話なんですけども、ゲロっちゃったと。本当にやばすぎてゲロっちゃったっていう話。本当に今日はちょっと久しぶりにビビってます。今日はね、気合を入れてやっていきたいかなと思います。じゃあこちらに誓約書を書いてあって、これにまずサインをして、まあくまでチャレンジは自己責任ということで。すごい、うわ、美しい盛り付け。いただきます。さあ、あゆむさんの地獄の2丁目ラーメン、お手並み拝見ですよ。地獄に葬ってやろうか。どんなもんか、じゃあまずちょっとスープからいってみましょうかね。これはね、醤油ベースとなってますね。一発目のこのスープを飲むのがこれ怖いんですけど、これはやばいやつだ。あー、苦味がすごいな。これトリニダードの唐辛子の、約5分、まあ1個ですね、1個を、ミキサーで、粗刻みにしたものをポンって入れたのと、あとトリニダードの粉末パウダー、それもこう加えてるんで、よりこう辛さが多分きめ細やかくなってると思うんですけど、スープ飲んだけでこれはやばいやつだってもう分かりますね。なんちゅう破壊力だ。これぞ150万スコビルの破壊力。口の中が焼けるぜ。しっかり美味しいですね。苦味も感じますけれども。よし、お肉。スープが辛いけど、この豚バラ肉の肉汁が甘みを感じます。美味しい、ジューシー。しかし辛いな、これは辛い、これは辛い、マジで男塾。うん、これは
しかしね、このもやしやらメンマのコリコリ食感、具材が盛りだくさん、ただ辛いだけじゃない、うまみも感じますと。そして額からは汗が滴り落ちる。スープをどれだけ攻略できるかが勝負な回かな。これは これはあかんやつ。いやー、体の内側から温まってまいります。聞いてますね。これ完食した2人負けますよ。そのもう1個上のチャレンジ20分以内ですけど、無理でしょ。これでさえ20分無理ですよ。あら、これね、同意書を書くのも納得。これは辛い、はあ、唇が腫れ上がってきましたよ。これは辛い。体の毛穴という毛穴から汗が吹き出してまいりました。わあ、強烈だ。このね、激辛ラーメンのチャレンジの一番の難易度、スープ、チャーハンとかスープなくていいんですけど、スープがきついわけですよ。この150万スコビルの唐辛子の詰まったこの激辛スープを飲み干して、この激辛バトルにキリをつけたい。そして俺は前へと歩みたい、歩みたい、歩みたい。行くぞ。よし、いただきます。水を飲みたいが、水を飲んだら辛くなるから、水は我慢だけど飲みたい。でも辛くなるからやめとこう。いやでも飲みたい。よし、行くぞ。いただきます。これね、20分以内は絶対無理だね、これ。これをもし完食完食して、もう一つ上のチャレンジ20分以内絶対無理だ。僕は無理だ。きついだ、これ。また立ち止まっても、また歩き出せばいいんだ。進め。歩む。耐えろ。ここは耐えるんだ。耐えろ。
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。アイムさんの、特製トリニダートスコーピオンブッチテイラー地獄の二丁目ラーメン辛さレベル、じゃじゃん、9です。いや 9.5 にしよう。 9.5 です。スープがきつかった、辛かった、ほんとね。序盤は麺はサクサクいけたんですけど、スープがしんどかった。150万スコビルの辛味成分が染み込んだこの唐辛子スープ、これは半端ない。ちょっと途中で心折れかけましたけれども、よかったです、完食できて。まあね、このもう一個上のこの死神ラーメン、挑戦権得ましたけれども、ちょっとまた福井来た時にぜひこれを挑戦していただきたいと思います。喋れない、口が。まあでもね、普通にラーメンとしてのあの旨味もあります。はい、ただめちゃくちゃ辛いですけども、個人的にね、この豚肉がすごい、なんか美味しかったですね。辛いスープに余計あってこう甘みを感じましたけども、という感じでね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ、拡散していただけるとありがたいです。嬉しく思います。あとは激辛ブロ激辛ブログもやってますので、ぜひチェックお願いします。裏話とかやってますんで、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。